ぶ2戦目にしてはだいぶ重い戦闘ですね、これ。魔法感覚、うわべー、痛い。どんだけ食らってんだ、やばい、あ、やばい、あ、やばい、やばい。ちょっと、地球クレリック、あれをリジェネレーションを求めた。これはやばい。これは、そういえばポーションも使っちゃいましたね。でもやっぱ、とりあえず安定の、安定の声だな、フォーは必要だな。ウィッチで選んだ以上ですね、もう紹介しないのは厳しすぎるんで、それ以外の攻撃呪文があんまりないですからね、はい、ちょっと 一歩でも離れます。でリジェネレーションを、そうですね、ありがとうございます、はい、まあでもリジェネレーションも重いですからね。いや、そうですね、ちょっと出ていただけるとありがたいですね、うん、壁になっていただけると、はい、さあどうしますかね。もうやっぱ魔法重いんですよね。重いですね。まあでも距離的にはこの若い王子の兵士を、わあ硬いっすね。これ2戦目ですよね、これ。2戦目ですね。いやちょっとこれはせめてチュートリアルダンジョン行ってちょっと経験値稼いで、確かにね、アイテムを取っておくって大事というか、いつもされてるから、そうですね、うん、それがないと自然と厳しい戦いを求められてまあここは軍団編に行きたいじゃないですか。軍団編1対3ですからね、これ。うわー、さすがに1対2でしょ。すげえ攻撃しますね、数が。いやもう、素晴らしい。さっきやっちゃいましたけどね、こいつの同僚を、うん、バレそう、あいつもおかしくないから、ね、ナイス。うわぁ、痛い。召喚魔法も1回使うとリチャージがすごい長いので、うん、あれですね、どうするか。やっぱ安定の自転車はかけつつ、最後この辺の巻物をですね、使うという、うん、ことも考えないといけない。で、スキルと違って巻物は覚えてないスキルでもですね、1回だけなら無条件に、まあ、AP はかかりますけども使えるということなので、まあ、今はちょっとポイントがないので使いますけど、これもちょっと視野に入れて使い捨てもそうですね、戦士でも使えるので結構重要ですね。これ後ろから攻撃すると当たりやすいとか、はい、あと、ダメ背面攻撃のボーナスがあったはずです。なるほど、はい、チケット硬いですね。これはでも、いや、これをやるっていう手があるんですけど、これは、まあ、火の樽みたいな感じで、これはいいかな、やっちゃいますか。次の雲の番が終わってくることはないんじゃないですかね。ないですか。あー、思ったよりも樽が硬い。あ、でもこっち、炎攻撃持ってないですよね、多分。だから油が、ね、まあでも、はい、まあまあ、これで敵をスローにすることができるんで、今みたいにですね、そのいろんな樽があって、その水の樽だったら水がバーって出てきたりみたいな、これに関しては炎、あ、オイルの樽なんで、周りにオイルを撒き散らしました。なるほど。オイルの効果は、マイナス 50% ということで、移動速度がすごい遅くなるんです、ね、ただ当然自分もかかりますので、疲れて微妙なところにいますね、あれ。そうですね、片足突っ込んでますね、これね。まずこいつはもう終了。お、はい、あ、悪魔、あっちはもう任せてほしい。そうですね。ヤゴの戦いが生き延びれるのが非常に怪しくなってきましたけど。あー、痛いな。これで次まだ敵ですかね。あー、回復する。そういうことしちゃう。あ、でもオイルの鍵か、移動がだいぶ遅くなったんで、これはでまともな、いや特にないですね。まあレイン打っても仕方ないんで、そうなると俺も死なない、死にたくないんで、泣けなしの方で、ね、アンデッドスキルと紹介しますわ。やらはかけられないんで。あれですね、本当に出し惜しみしてると危ないんですよ、ね、死にますね。さてこれで、まあ、2ポイントちょっと距離と。あ、やばい。これがね、迎撃っていう能力で、これもうダメかもしれないです。あ、でもさっきのリジェネレーションの効果があったんで、あ、そうですね、もうこいつ確か全開ですから、全開全開ですね、はい、奥にさえ入んなければ、それに入ってくれればいいですかね、自分が。でもこれ多分入らないコースな気がしますけど、でもやってみましょう。この辺にしておけばいいかそう、どうだろう。まあでも多くも回復したんで、さっき。なるほど。だからあえて安全圏の方がいい気がしますけど。なるほど、はい、まあその辺で、その辺にしておけばいいですか、はい、狙ったところで覚えてください。あ、結構それなりにいいところに。あ、でも多くも入っちゃいましたね。まあでもほとんど多く完全に近かったんで、いつもちょっと振り出しに戻った感じで。何ぐらいちゃった。
どっちを先にやりますか。まあ多くでかい方がいきますか。はい。はい、おいいっすね。一発、あ、茨城。多分選手のアンデッド選手がいるんで。よし。こいつの技はですね、グリップドローブラック出血、はい、に出血効果を当てるという形なんで。よし、出血きた。来ましたね。継続ダメージ。あのドットダメージですね。うん、で、前に。わあ、パンが29かよ。パネ。やつら頼みかもしれない。早く応援に来てくれっていう。あ、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 こいつらにこんなに助けられたの初めて。あ、危ない。やべえ。やべえ。死んだ。危ない。おお、神回。あ、生きた。いや、ダメでしたね。あ、生きてるな。生きた。すごいですね。しかも1じゃない。1です。まさか。すごい。まあ、最悪生き返らせるわけですけど、はい、ポイント消費が半端ないんですよね。だから俺はパンパンやって、もうガンガンやるしかないから、やるしかないです、ね、もうね、回復はできないんですよね。わあ、観光地も使っちゃったから、ダメージショックやな。ちょっと距離を取ろうか。何もないので、どうしますかね。これ移動すると殴られるから、なんかインベントリーないですか。いいアイデア。インベントリーは、まあ、ハムで回復できますけど、ね。あ、でもどうかわかんないですね。あの効果が、まあ、現状だとわかんない。確か回復あったと思うんですけど、まあ、でもあんまりやけに死に水な気がするんで、なんとかトロール倒していた方がいいから。そうですね。そいつをなんとか息の根で止めてください。いける、もう一発いける、当たれ、よっしゃ、おお、レベルアップした。やったやった、こんな展開絵に描いたかのような。やったやった、近寄っておこうかな。そうですね。おい、いや、これは一気に起死回生じゃないですか。そうだそうだ、レベルアップのこと、一応とりあえずなんて言ってないから、レベルが上がってないからですね。まあ、やっちゃいましょう。こうなれば数の暴力で。もうここまで来たよ、割と。そうですね。兵士たちもいるんで。あそこにあの火を、火種をね、投げると、偉いことになるんですけど、全員焼け死ぬことになるんですけど。呪術師。言いづらいよ、し。もう投げるけど、はい、もう沈めちゃってください。まあ、まだ人間のやつが残ってますけどね。あっ、まあ、やっぱり大丈夫か。頑張れ。逃げたわ。返していく。やっぱ召喚力強いですよね。強いですね。あの追いかけっこみたいな感じになってます。おー、よかった。これで、多分スーパー。よし、来た。じゃあ、あとはもう終わりですね。消化試合。はい。消化試合、まさに。あん中に行くのが結構大変なんですよね。ちょっと遠いですね。もう、まあ、でもまあ、ここまで移動しちゃって、積極行った方がいいじゃないですか。はい、触って、誰かが、気をつけなきゃ。そうですね、恐ろしい。あ、でもちゃんとあの血が巻かれるとあれですね、オイルが消えるんですね。ああ、上書きされる。うん、ああ、すごいです。